皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト林一馬と申します。本日はですね、海外のイノベーティブな商品の方をご紹介させていただこうと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それですね、早速本日のですね、商品のご紹介の方をさせていただこうと思います。今日皆さんにね、ご紹介をさせていただこうと思いますのはオーラという商品でございまして、ポータブルコンバーティブルファン with cozy ambient light ってありますけども、お願いします。まあこういった感じでね、ファンなんですけども、いろんなところにですね、ポータブルで持って行ったりとかすることができます。今リモコンで、あともうライトはですね、いろんなところにぶら下げたりとかできて、ワイヤレスなのでいいのと、あとまあバッテリーがあるので、ワイヤレスで利用できると。はい、こんな感じですね。すべて、ライトがついて、ファンがつくと。でね、非常に、2in1 になってきてます。色もね、変えられたりとかすることができます。本当に持ち上げは簡単なので、デスクに持って行ったり、ベッドルームに持って行ったりね、いろいろと、できるのでいいんじゃないかなというふうに思います。はい、こういった商品になります。なので、今からね、この蒸し暑いシーズンですので、こういったところでですね、ポータブルでキャンプでも使えますし、いろんなところで使えると。20時間ね、持つということなんで、結構ね、1回の充電で長く持つという感じなんで、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で色もね、こんなウォーム、あったかい色からこう明るいデイライトとかね、3種類ぐらいの色がありまして、こんな色にやったりとかっていうのもできます。はい、なんでね、こういう感じでズームミーティングとかの時にね、明るさをね、持ってきたりとかっていうのもできたりとかするので、非常にね、いろんなところで役立ちそうです。はい、こんな感じですね。もともとあった便利なものにですね、機能をくっつけて、また新たな価値を生み出していくっていうのがですね、このイノベーションの面白いところなんじゃないかなというふうに思います。はい、この商品ですね、今キックスターターで約800万円ぐらい集まっておりまして、残り6日というところで、なんとか1000万円いくかいかないかぐらいになっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、そうですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツは良かったと思っていれば、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、こちらの方からフォローしていただけると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.